やべえ、死に神の神様の御前じゃ。どうだ、この坂乱れの光は。青江長門が作った紫作りの瞑想。最後のお願いでござる。この大意見書をお読みください。俺の前から一度幽霊を抱いてみてえと思ってたところよ。幽霊を抱く？侍の妻でありながら不条役人の手を目にあった女、夫として生かしてはおけぬ、成敗したまでだ。1万両をご公儀御家人の方々にお貸しすれば利息がついて1万3000両になって戻ります。てめえの悪事の一切決裁、お江戸八百姓から将軍家の耳入れちまうぞ。